奥平貞春は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、奥平貞勝の子、奥平貞義の弟、陽名、清三郎、通称、東米、奥三河の作詞亀山城を本拠に持つ、有力黒人、奥平貞勝の子として生まれた。当時の奥平氏は、今川氏や松平氏など、従属先を、次々と変えていくことで名脈を保っていた。 元気2年以降は買い、武田氏に所属し、武田軍の一員として、三河国や東東海国を転戦する。ジョージも、この時期、三方ヶ原の戦いに従軍している。天正元年8月21日、奥平家当主で、兄の奥平貞義は、武田信玄の後を継いだ、武田勝頼から離反し、徳川家康への最属を決断する。常時もこれを指示。 武田への従属を主張する老夫、貞勝也次刑、上将と田元を分かち、一族老党の大半を率いての亀山城出本に、追従した。この頃、長篠城を奪回したい。上司は、長篠守備隊に配属され、対武田との最前線で戦う貞吉の着手、奥平信正を助力する。天正3年5月の長篠の戦いで、奥平氏は、 わずか500の将兵で勝頼率いる武田軍に対し、前線する、織田信長、徳川家康の両将が救援に駆けつけるまで持ちこたえた。戦勝に際し、信政は信長から絶賛されたという、天正14年、豊臣秀吉に対面する家康のごを務める信政に付随した際に、秀吉から家臣として所望された。そのため常時は、秀吉の木滅衆になった。 慶長5年6月、関ヶ原の戦いの呼び水となった、合図征伐へも同行する。この際、家康によって、結城秀康につけられる。奥平貞春の墓と、非関ヶ原本線では、戦前東軍への内容を約束していた、小早川秀明の軍艦につけられた。決戦当日、ジョージは、 松尾山で挙手に迷った秀明を督促するが、秀明は戦局を傍観するだけで兵を動かそうとしなかった。これに豪を煮やした家康が、小早川隊の陣取る松尾山へ鉄砲を放たせたことによって、秀明も最終的に東軍への加担を決意する。この際、小早川隊の先鋒を務めた松野和馬が主君の裏切り行為に納得できず、戦線を離脱したため、 ジョージは指揮官のいなくなった松野隊を代わりに引いて、松尾さんを駆け下り、西軍、大谷義継の右翼を強襲した。ところが、数で勝る、はずの小早川隊は頑強な抵抗を示す。大谷隊に苦戦、軍艦であるジョージも、先決を浴びながら、白人を振るって、小早川隊をこぶし続けた。最終的に、大谷隊の撃破に成功し、 東軍を勝利に導いた小早川隊であったが、ジョージは戦闘中に致命傷を負ってしまう。戦後、関ヶ原の戦いにおける、ジョージの活躍を高く評価した家康であったが、すでにジョージは死去していた。ジョージには子がいなかったため、家康はその聖母へ供養料300国を年々、給することで、ジョージの勲功に報いたという、ありがとうございます。